今回は、きのこちゃんとですね、このエリンギじゃないな、まいたけちゃんですね、まいたけちゃんとベーコンで作るシンプルな、リゾットというのを作っていきたいんですけれども、まず材料の紹介ですね。まいたけ、ベーコン、こう肉厚のね、しっかりしたっていうのは安いか高いかっていう問題じゃなくて、こういうタイプのベーコン、ペラペラのやつはダメですけどね。とあとまあお米は今回は1合とちょっとですね、 1.5 合ぐらいかな、まあ厳密には測ってませんが、で作っていこうと思います。あとまあ材料として、まあ、日本人ならあげないと思いますが、イタリア人なら絶対あげる、オリーブオイルですね。オリーブオイルもね、れっきとした材料として一応向こうの人は扱うらしいですね。オリーブオイルを大体大さじ2杯ぐらい、まあ僕は結構大さじ2杯より今多分多く出しちゃってると思うんですが、まあ、今回ですね。で、やっていきます。で、このレシピはですね、まあ、家庭用に、あの普通こういうベーコンとか、エリンギじゃないですね、マイタケとか炒める場合には、2つパン使ったりするんですね。そもそもリゾットっていうのは基本的にこっちをですね、こっちのこのブイヨンの方を沸かし続けないといけないっていう恐ろしい料理なので、こっちちょっとチョロビがついてると思うんですけれども、コンロの火口がですね3口必要になるというわけなんですね。まあ、それだけ聞いてもですね、家庭用にはちょっと恐ろしい料理だなという感じがするんですけれども、まあ、それをですね今回まあ2口ならまああるでしょうということで、2口でできる、本格っぽい見た目と味のある程度するけれども、材料はまあ普通に買えるようなものでできるリゾットというものをやっていこうと思います。ベーコンちゃんはですね、まあ、こういうふうに冷たいうちに入れて、まあ、火つけてから入れるかどうかはあの好みですが、冷たいうちに入れて、僕なんかね特にこういうふうに1回逃がしちゃうので、ちゃんと味を出したい場合は弱火で、じっくりとやっていくことが必要になっていきますね。バンバン触って大丈夫なのかというあれが来そうですが、まあ、僕は自分で食べるんで大丈夫です。まあ、人が食べる場合は、家族が食べる場合はちゃんとトングでやった方がいいかもしれませんけど、まあ、とにかく平たくこう全体にね、火を均一に通すことは大切ですね。これ重なってたりすると均一じゃなくなるので、まあ、その好みですけど、今回使っていくチーズはですね、これですね。これ見てますかね、これですね。このチーズを使っていこうと思います。まあ基本的にパルミジャーノであれば何でもいいですね。まあ、パルミジャーノじゃなくても、まあ、もっと言えばハード系のチーズで、まあ、青カビとかはさすがにちょっとこの味にはならないと思う。まあ作れないことはないですね。僕の今やるのはハード系で塩っぽい味の、チーズで癖のないものですね、カビとかのないもので作るような感じでイメージはしています。まいたけ先輩もですね投入いたしましょう。もうちょっと細かくちぎってあげてもいいかもしれませんが、こいつは炒めてる途中で崩れてしまったのでね、まあ、こんなもんでいいでしょう。と言ってるそばから崩してますけどね、積極的に。これね、パンにちょっと焦げがつくと思うんですけど、これ全然大丈夫です。リゾットを煮てる間にもうすごくきれいに取れてくれるので、まあ、多少の焦げつきを気にしないで、むしろキノコの味を、引き出すためにはちょっと焦がすぐらい、ちょっと焦がすはよくいいかな、でもちょっとその香ばしい匂いが漂ってくるぐらいまで、焼いてあげた方がいいので、そっちを優先します。よし、こんなもんですかね。こんなもんでまあまあ大体はいい感じだと思いますが、私はちょっとパルミジャーノレザーノが削り終わってないので、ちょっと削り終わるまで待っててもらいましょう。一つで作る場合はここで一応このマイタケとベーコンの見た目ですね、見た目に関しては完成まで持ってきたといった感じです。でパルミジャーノはまあ僕はちょっと少なめでこんな感じですね。
こんなもんで、それでは引き上げていきましょう。でこれ引き上げる時のコツは、まあ、コツといっても別に正しい調理法でも何でもないんですが、もう片方に集めて、油は、ご飯の、ね、コーティングに使ってしまうので、こんな感じで集めてあげてですね、でも何でもいいんですけど、僕はもう盛り付けるお皿に取っちゃいます。一回こんな感じで油切ってあげると、こんな感じですね。こんな感じで切ってあげると、まあ、どこも汚さずに済みますね。で、ここ一回火を止めてもいいですが、特に手際よくやらないとね、米が乾燥しきっちゃうので、まあ、初めにやるときは火止めてもいいんですが、今はちょっと甘めしちゃいます。このまま油でですね、お米をコーティングしていきます。お米を洗わない、研がないですね。で、少ないな、確実に少ないな、計量、ま、ミスってますね。1合もないですね、これ。どんなものかな、こんくらいかな、こんくらいで1合ぐらいなのかな。いや、もうちょっとだね。 1.5、 まあこのくらいなんでしょう。で、足りない油はですね、継ぎ足しちゃっていいです。全体がきっちり、コーティングされるってことが大切というか、そっち、そうやった方が、どんよりしすぎないリゾットが作りやすいですね。でコーティングがうまくいってないと、中のでんぷんとかが溶け出したり、あとまあ、まあ、だってもブヨブヨの、まあ、普通に日本でこう炊いたご飯みたいになっちゃうんですよ。コーティングがし終わりましたら、この熱々のブイヨンをですね、ここに入れていきます。熱々のブイヨンを入れてあげて、で全体を浸からせてあげて、で初めは、まあ、僕はたっぷりめに入れちゃって、まあ、これ徐々に継ぎ足していくみたいなことをね、なんか料理の教科書ではなんか書いてるんですけど、まあ、どっちでもそんなに変わらないような気もしますし、まあ、大切なのはこの常に沸騰させておくことですね。沸騰し始めたら別に火の量はまあ何でもいいんですけど、で最後の方になってくると水分量が少なくなってきて、そこにね焦げついたりする場合がありますので、その時だけね、ちょっと綺麗にしてあげれば OK です。時間は13分ですね。まあ大体まあレシピでは15分とか20分とかなんか書いてるのもあるんですけど、僕の今回のレシピはこいつらをですね加えてからもまたちょっと炒めるというか煮るというか、炊くので、まあ、それは別としてね、13分でこいつが終わって、でこいつ突っ込んで、まあ、2分ぐらいですねかかっちゃいますから、結局15分ぐらいなんですかね。そんな感じです。全く関係ない話ですけど、おろし金なんですけど、個人的な好みなんですけど、こういう平たいおろし金の方がね僕は好きですね。丸いやつより、特に丸いやつはねなんかこう洗いにくいんですね。平たいやつは本当にですね、もう本当に手でこうガーってやっても、まあ、指先のこう皮膚が丈夫な方であれば全然大丈夫ですし、むしろスポンジでやると破けるんですね、スポンジが。平たいやつは洗いやすいというふうに僕は思いますね。全く関係のない話でした。でこの段階でですね、かき混ぜすぎるとなんかこう柔らかいなんか色になるんですね。まあ、この前試してみてですね、全くかき混ぜないっていうのをやっていたんですよ。もう最後に本当にもう最低限かき混ぜて、でこれ和えるときもほとんどかき混ぜずに、もう最後こう、チーズをですね混ぜるときっていうか、こう何でしたっけ、リフレじゃないな、なんかこうあるんですよ。そのときだけかき混ぜるっていうのをやってみたんですけど、それはそれで美味しくなかったですね。まあ、確かになんかアルデンテっぽい感じに、パスタでいうアルデンテっぽい感じがあったんですけど、美味しいかって言われると、うん、っていう感じだったので、特にソースとの絡みもね、そんなに良くなかったので、まあ、ある程度混ぜてあげた方がいいのかなと思いますけどね。混ぜすぎると、まあ、それこそご飯になんかソースかけてみたいな、ご飯っていうのは白いご飯、日本で炊いた白いご飯になんかソースかけてみたいになっちゃうんですけど、水分量も今かなり減ってきた感じでございますね。
お米にもある程度火が入ってきて良い感じですね。ここで揚げてもまあ最悪食べられないことはないみたいな状況になってきました。ここら辺で出しましょうか。味が変わらないっていう、記事をですねこの前見たんですけども、ちょっと足しすぎましたね。これあと3分4秒3秒2秒1秒、あと3分なんですけど、ちょっと水分量今調子乗って足しすぎました。あと2分でこんくらいの緩さだとちょっと緩い側のあれですね。でもまあ仕上げでどうにでもなりますので、硬くてですねこう焦げちゃうっていう状態が一番ダメなので、まあ、緩い分にはただ飛ばせばいいので、ね、さああと1分という感じになってまいりました。明らかにこいつは入れたやつでこいつは入れてないやつだなみたいなのが、まあ、ベーコンは分からないんですけど、特にこのキノコちゃんはもう食べたら一目瞭然というか一絶瞭然で分かりましたので、まあ、やっぱりここはね直接的にこう混ぜてあげるというのが必要なのではないかなと結論付けた感じですね。で硬さはちょうどいいですね。こんなもんですね。で、火を消す前に、火を消した後になのか、僕はちょっと、どちらが正解なのか分かりませんが、冷たいオリーブオイル、もしくは、まあ、バターですね。を、まあ、ちょっと入れてあげて、ちょっと僕は入れすぎましたが、で、混ぜてあげると。そうすると、まあ、乳化して、なんかこう、柔らかく、こう、クリーミーになってくれるらしいです。真偽のほどは定かではありませんが、まあそうらしいです。で、徐々にですね乳化したなと。これは実際乳化によってそうなってるのか、今水分が最後の仕上げとして蒸発していくことによってクリーミーになってるのか分かりませんが、確かにクリーミーであることは確かですね。はい、そんな感じです。で、ここまでやってまいりましたのですね、私たちはほとんどもう終わりなんでございますけど、まあ、ここで揚げてもいいんですけど火を止めちゃってですね、オリーブオイルではなくチーズですね、先ほど削ったパルミジャーノレジャーナちゃんですね、ここに投入するんですね。投入してあげて、このカルボナーラとは違って、卵黄のとか卵白が固まるという心配は全くございませんので、まあ、ゆっくりですね、時間をかけて、まあ、そんなに時間かけてはダメですけど、時間をかけてやっていく作業ですね。もう火も止まっていますし、本来であればこう前後にこう揺らしながらエラをこうやってですね、
か空気を含ませるためにやるんですけど、僕はね、できてますね、ある程度。まあ、下手くそなんで、ちょっと恥ずかしいんでやめときますけど、こぼしちゃうとね、ちょっともう動画にできないので、今もこぼしかけてますけど、まあまあまあ、それやんなくてもね、十分美味しいっすよ。し、なんか僕はもつもつするリゾットが嫌いなんで、なんかレストランでとか行くと、で、頼むとですね、生クリーム入れたりするんですね、ここに。でさらにもたもたしてくるんで、僕逆にそれが嫌いで、一口目は美味しいんです。リゾットで一口目はもうすごく美味しいと思うんですけど、まあ洋食の常かもしれませんが、皿を食べ終わる頃にはもう飽きてるみたいなね、ものが多いような気もしますので、まあ今日はあえてさらっと目でやってみました。生クリームとかも入れずに、カルボナーラもしっかりですよね。僕なんかは家庭風カルボナーラの方が、なんかこうリストランテで出てくるような、生クリーム使って卵黄だけ使ってみたいな、そういうカルボナーラよりも好きですね。全卵で生クリーム入れないみたいな、潔いですしね、もったいなさがないですし、簡単ですし。いやでも簡単って言っても、その最後の火の入り具合がですね、まあ、卵だけだと難しい、ダマになりやすいっていうのはあるんですけど、まあ、材料は少なくて簡単って意味でですね、簡単ではありますね。そうですね、まあまあしょうがないことであるんですが、そんなにね見た目が美しくないので、まあ、最後にこうバジルみたいなねものを振ってあげまして、でさらにまあ胡椒とか振ってあげて、でさらに余裕があればここにさらに追いパルメジャーノレターの、ね、追加したあ胡椒じゃないこれ塩違ってますね、まあ、いいんですけど胡椒ですね振ってあげたりすると見た目もですね、まあまあ見えた感じにはなるのではないでしょうか。ではまあ早速ねちょっと洗う前に一口二口ね試してみようと思うんですが、今日ちょっと柔らかめですね。うん、いい感じ。中がね、ちょっと固めですね、今日は。芯が。うん、ベーコンの、こうチープなベーコンの味もよく出ていて、いいですね。でももう一つの指標はこのまいたけちゃんにですね、ちゃんと味が入ってます。入ってるかどうかっていうのが大切なんですけど、入ってます。まあ真偽のほど浅だかじゃないですけど、僕の説では一番最初の段階でエリンギじゃないですね、もう毎回間違いますね、まいたけをちょっと乾燥気味にしてあげるっていうことが効いてんじゃないかなと思うんですけど、乾燥気味にすることによって最後こう水分量の多いところに入った時に、まあ積極的に吸ってくれるっていう、なんか一口どころじゃなくなっちゃいましたけど、出来上がったんですが、まあ味もまあまあねいい感じなので、材料も簡単で、栄養バランスだけはねこれにさらにサラダもプラスしてください。栄養バランス考えるな。まあ、一応ね、このベーコンも入ってますし、まあ、ご飯もタンパク質とか炭水化物もちょうどいいですし、まあ、エリンギじゃないですね、マイタケちゃんにはビタミン D とかもね、入ってるらしいので、これにさらにサラダをプラスすればもう完璧という感じでございます。皆様ご視聴くださいましたが、本当にありがとうございました。またね、次の動画でお会いできることを楽しみにしております。ということで、ピース。